お湯沸きは約年も昔から歌われてきたもんだ。昔は思い思いに歌ったもんだんだな。それだから漁師たちの浜小屋ブスだとか、芸者たちの寸地ブスだとか、職人たちの地味キースブスとか、いろいろな節で歌われてきたもんだんだ。今は胡蝶追い焼きを歌う人がなくなったとも、胡蝶追い焼きには何とも言われない味があっていかったんだな。浜小屋ブスを一つ乗せてみるがや。はあ、止めだと行くしと やらねばならぬ、せめて波風穏やかそい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 油っこをカレー曲がれ百で三枚バッタバタなぎりば立つようなどんざきして石崎で浜中ブラブラ後からかぎ取りゃほいほいあとんてんかちんてんからたんてんからちんてんたんてんちんてんそい、そい、あげー
ください。